肘折希望大橋の位置中折希望大橋は、山形県西条群大倉村の山形県道57号、戸沢大倉線上にある肘折温泉と国道458号をつなぐ橋。ループ状の2階建てのような形をしており、国道458号から S 字カーブを描きながら温泉街へと下っていく。 2012年4月10日の地滑りによる道路崩落に伴い急遽建設された。橋の長さは約240メートル。これは厚生ラーメン山道橋としては日本最長である。2012年4月と5月に大倉村で土砂崩れが計8回発生。その規模は拡大し、土砂と雪が肘折温泉近くの道山川に流れ込み、 温泉街が水没する危険が生じるまでになった。肘折地区の自治会では急遽臨時の FM 局を開設水位情報や除雪情報などを発信し続けた。その後融雪期を超え、温泉街はようやく落ち着きを取り戻したが、地滑りの影響により、温泉街と村の中心部を結ぶ県道の一部が通行不能に、迂回路となった道は、道幅が狭く、 バスを含む大型車の乗り入れができない。また、同地域は日本有数の豪雪地帯であるため、迂回路も冬は通行止めとなる。折しも東日本大震災や豪雪の影響で客足が落ち込んでいた温泉街にとって、この道路崩落は大きな打撃となっていた。そのため、地元の強い要望で県道57号上の土砂崩れの部分を避けた場所に、 新たな橋を急遽建設することとなった。ただし迂回路は冬季通行止めになるため、降設前の完成が求められていた。そのため橋は2012年8月に建設が始まり、24時間体制で工事が進められ、同年12月31日に仮解通。このままでは資材の対応年数が短いことから、 迂回路が確保できた2013年5月7日に一旦通行止めにして本設工事を開始し同年11月30日に本開通となった橋の名前は大倉村の募集により採用された肘折希望橋に吉村美恵子山形県知事が大の字を加えて肘折希望大橋となった橋の完成により大倉村中心部から温泉街への所要時間が 10から15分短縮され、温泉施設の利用客も増加したという。肘折希望大橋は、メタルロード工法と呼ばれる工法が採用されている。これは、中山間部の急斜面の道路拡張工事などに適しているとされる工法で、短弱で軽量なプレハブ部材で構成され、山間部の強小で複雑な地形にも対応できる。肘折希望大橋では、 交換具を119本地中に打ち込み、交換具に直接桁を仮設し、コンクリート製の床板を設置して、道路を構築している。共鳴板は4箇所に設置されている。漢字の共鳴板の文字は、吉村県知事の直筆によるもので、屋外では、世界初とされる機エ l 照明を使用している。反対側にあるひらがなの共鳴板の文字は、 地元の小中学生が一文字ずつ筆書きした。橋の欄干は朱色になっている。これは、吹雪やノームでも視認性が高いことや、では散々に通じる祈りの道でもあるため、魔除けの色として採用している。ありがとうございます。